2月3日町田市の町田市障害学習センターで日本画の古典技法を学ぶと題した絵画講座が開かれました。7年前から佐賀町コンソーシアムが主催している人気の講座です。日本画家の木村美奈さんが講師を務めます。参加者は日本で昔から行われていた絹に絵を描く技法、絹本制作に2日間にわたって挑戦しました。天然の岩や土、貝殻などを材料に作られた岩絵の具をはじめ、絵の具の接着剤として用いられるにかわなど、日本画ならではのさまざまな道具を使い、古典絵巻の一場面を制作していきます。講座2日目のこの日、前日に墨で描いた下書きに沿って、木枠に貼られた絹に色を塗っていきます。ほとんどの参加者が初めて体験したという絹本制作。参加者は合計8時間をかけて作品を完成させました。これを機に、ここで体験していただいて、で実際やってみると美術館とか展覧会に行った時に日本画の絵を見た時にまた違う見方ができるので、あと最終的にはやっぱり日本美術をすごく奥深さとか面白さを知っていただくといいなと思います。